はい、北海道中富良野町ノーチューバーの寺坂雄一です。今日は一人でやります。ラフランス、珍しいよこれね。え、ラフランスめったに食べることないよね。ないね。うん。で、これはね、山形県の小沢農園さんから送っていただきました。あれ、農業コンサルのうちもお世話になってる牛尾田先生からの土作り指導が入ってるらしいです。食べてみましょう。これ食べ頃のね、目安あるんだって。あるんだ、ね、これ12月29日、明日でしょ。でね、この周りを押して柔らかくなったら食べ頃。おお、ちょうどいい。ちょうどね、メロンみたいだよね。メロンはお尻をしてね、ペコペコでこむようになったなと。いただきましょう。ラフランスっていつもさ、たまにね、もらうことあるけど、もうブヨブヨだったりさ、食べ方がわかんない、ね、カチコチだったりさ、うん、初めて知ったよ俺、ここをして。食べ頃があるのか、ちょっと、ね、うん、メロンと同じなんだって。いや、リンゴもそうだよね。ラフランス、いただきます。もう食感はリンゴと変わらない。あ、うん、なんかね、毎日リンゴ食べてるじゃん、うん、違う、これ高級な味がする、梨の。うーん、小沢さん、僕ね、寺坂家はね、ラフランスあんまり好きじゃなかった。これはうまい。だってさっき言った通りさ、ごめん、ラフランスってね、ブヨブヨだったりガチガチだったりさ、食べ方わかんないからきっとね。これは美味しい。いや、甘みも、あ、いや、甘さももちろんあるけど、口の中の食感がね、なんかね、最初サクサクするんだけど、そのうちとろけてくの。リンゴとは全然違う。うん、サクサクするんだけど、噛んでったらラフランスの美味しい果汁がぶわーっと広がって、うん、あと口の中でね、溶けていくの。うーん、これは幸せだわ。うん、美味しい美味しい。うん、よく梨ったらね、新香とかさ、まん丸の、うん、 うん、うんうん、なんか茶色のやつよく、ね、食べるけど、うん、うん、またこう、あれみずみずしくてね、うんうん、そういうのばっかり。これはいい、すっごいね、上品な味です。とっても美味しいです。さすが小沢さん、すごい、小沢さんすごいな、本当に。結構なご年齢なんですけど、まだまだこう美味しさがバージョンアップしてくると本当すごいと思います、はい、うん、あとね、ほらほらほら、ラフランスの小沢農園さんが作ったワインとシャンパンがいただいてるんで、ね、後で試飲しましょうね。こっち飲むのが楽しみだ。はい、北海道中富良野町ノーチューバーの寺坂雄一です。今日は新年会です。ある新年会も新年会、新年会で、まあ、これ12人集まっていただいたんですよ、ね、この新年会までに取っておいた、年末にいただいたこの、山形県天童市の小沢農園さんの、ちょっと仕事してんの小沢農園さんの、スパークリングワイン、スパークリングワイン、そして、急に静かになったな。ラ・フランスワイン、ラ・フランスワイン、珍しくないです。こっちもラ・フランス、こっちもラ・フランスなんですよ、うん、アルコール分 7% で、すごいなと思って。小沢さんやりますね、さくらんぼから何からめっちゃ美味しいとこで、それでこれ新年会に飲むんだって取っておいて、今日寺坂農園の新年会だから、ちょっとテイスティングレポートしてみたいと思います。じゃあまずこれスパークリングワインから。明けましておめでとうございます。そんなにラフランスしてない、うん、いやもう美味しい味美味しい味、飲めない私、うん、アルコールも 7% だからすごい飲みやすいですし、うん、
ほのかにラ・フランスかなっていう絶妙なラインじゃないかな。飲みたそうな人がいる。いや、これはこれいけるいけるいける。うん、次てってて、ワイン、ラ・フランスワイン、これ飲んでみます。よいしょ。ラ・フランスのワインなんて初めてだよね。なかなかないよね。入れすぎだって。いただきます。おお、何これはね、これはね、東北地方の天童市の豊かな土が育んだカルシウムとマグネシウムのバランスがすごい取れてる。まるで取れたてではなく適度に熟したラ・フランスのような。ラ・フランスだって。そのような美味しさがもうね、お口の中に、うん、なんか、うん、梨畑が広がっちゃう。そんなお味でございます。ちょっと汗かいてきたもんね。うん、いや、これ美味しいよ。あの、果汁チュチュ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 と白ワインの中間って感じ。うん、これはね、ちょっと珍しくて美味しいと思う。うん、うん、おさまさん、さすがです。素晴らしいです。ありがとうございました。